仏教でいうサンタクロースですね。これね、ちょっと珍しいなと思ったんですけど、ここにこの上洛寺にはこうあったんですね。これは布袋さんですね。カワーッとね、カワーッとやるあの布袋です。同じ字書くんですよ。で、布袋さんは仏教でいうサンタクロースですね。はい、これはまあ、お腹がポンポコポンって出てて、まあ、あまりね、こう、あまり着てないんですけど、これは、この中に何が入ってるかっていうと、いただいたものが全部、皆さんからお布施していただいたものが全部この袋の中に入ってて、それを皆さんに配るんですね。はい。まあ、そうやって布袋さんは福の神というか、福をもたらしてくれるということで、七福神の中にお祭りされている、大変ありがたい、福の神でございますね。七福神というと寿老神だとか、御師様とかね、こういろいろと7つありますけども、それぞれがいろんな言われがあって、インドの方から始まっているものが多いんですけども、布袋さんはどうも中国が縁が始まりのようでございます。大釈天とか寛喜天とかっていう天がついている仏様はですね、大体元をたどるとインドヒンドゥー教にたどれますですね。はい。寛喜天というのはガネーシャですね。夢を叶えるぞを出てくるあのガネーシャ、象の、ガネーシャが日本に伝わって寛喜天というふうなことになってますね。大釈天もインドの確かビシュヌ天だったと思います。インドの神様、ヒンドゥー教の神様が、仏教に取り入れられて、それがそのまま日本ではお祭りされていると。いうことでですね、多聞天だとか、そういったものをみんな元をたどるとそんなふうなことになってます。もうインド行っちゃうとごっちゃで一緒ですからね。インドの中ではヒンドゥー教の中にはブッダは祀られてますから、ヒンドゥー教の中の優れた人だというふうな位置づけになってるんですよ。もうインドは混沌としてますから、混沌の中で混沌のままただ座る、そんなことで混沌としている、そういうのがこの世の中でございます。